どうもじゃん、お前。どうもじゃん、てかね。スジョンです。スジョン！というわけでね。まあ、やっぱり、最後に、キムに勝ちたい。はい。また。一応、キム最強説だよな。じゃあ、キムに勝って、俺らが卒業しなあかんねや。逆に。キムが4位になる姿、俺は見たよ。というわけで、はい、今回の企画は、正解なら、一歩ずつ海にダイブする、数学クイズなら、キムに勝てる説よーよはい、はい、寒すぎて寒すぎてもうちょっと何が何だか入ってこないルールはタイトルの通り正解したやつは一歩前に前進できますなるほどでもそれ以外のやつらは全員一歩後ろ下がるってことは早押しってこと早押しこれはいくらでもね好きなだけ下がっていってもらったらいいんですけどいやもうほんまにギブアップはもう自分次第でいや斧が判断でまあ理系版イカゲームっすよねいやもうイカゲームよりちょっと殴り殺し感あるけどなとりあえずこれでキムがねやっぱ最初に脱落してほしいっていうのが我々の願望なるほどねもうじゃあやろうやろうやろうな死んじゃうというわけでやっていきたいと思いますメアライトバースボールイズコールマンクイズって言ったけど小学生用クイズとか算数が多めっすねはじめの一歩あよいしょすいません、ご討伐は最初に3回出るまで無限じゃんそれまではもう何回でも書いてできるじゃあ、大地もはいはい 17×17×7 ははいはい2023正解よしあ、早いよしよしよしそういう数分解できるってことそう来年は出るんですよ、この問題がはい、今食べまーすはい、よし、これキムに勝てるぞ問題玉通って2023年はうさぎ年ですがうさぎを数える単位は何はい、はい、わっ正解えい羽ですね羽ですねわです、はい、やばーやばあやばー問題 A 君は1日に7時間寝ます365日で何時間寝ていることになるはい1555正解早いっておぉ早いってお前下がるわけないですよこれうわぁちょお前下がらないやぁいやぁいやもうアホやでもこれさ出まくで思考できなくてあの間違いない問題2の15乗はあ61287はい163947はい18712はい7はい16384違うやーちょっと本番に冷たいかもこれもう一回かけたからじゃんはいはいはい32768正解ちょっと待って今俺がヒント出したもんちょっと待って今俺がヒント出したなんかこれ本番にやばいかも普通に計算したのがなかったはいはいはいいやーおないはい発売現在花尾、念願、キム、スンの年齢を合わせると何歳わからんスン何歳や、お前はいお前早いって念願107残念正解です何やそれ何やそれ正解29、30、25やろお前キムさん、今の下がり方ちょっと弱いってえもっと大股一歩で下がってここ入るか入らないかしときゃなでもさっきのあれからお前らもう醜やらそいすんなもう281.9正解しゃーふえっあはぁーキムさんが今最下位やぞじゃあ2131.5正解同じですはい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 1700正解うわーやばい17150正解よっしゃ計算問題で点眼差に勝てないよっしゃまた一歩下がるよ俺のようにね今の早かったやろおない学問を収める収めるの漢字を書けはい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 点眼かなはい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 正解よっしゃいやいやおい今だってはいって言ってから書いてますね今書いてからはいって言うわけと思います一旦、廊下で、次から書いてからはい、オッケーです書き終わってからねはい、ごめんごめんごめんはいはいもう必死だから問題日本人として、
初めてノーベル文学賞を受賞したのは誰？カブトヤスダリ。正解。オッケー。いやー、はいはいはい、早く問題。はい、クーリングオフ。サイコロを2個同時に投げるとき、その目の輪が8となる確率を求めよう。はい、もう神田3分の1。神田。はい。はい。4分の1。神田。はい。はい。36分の5。正解。よっしゃー。これはキムに勝つという作戦。よし。キム下がれ。ちょっと待って、やだか。キム下がれ。ちょっと、やばい。やばい。よし。キムに勝てる。でも俺は絶対這い上がる。マーク、俺に有利な問題出してくれ。おい、こんなやつか。こんなやつおっていいか。やおちょう、やおちょう。問題。日本アルプスと呼ばれる3つの山脈の名前は全岩。キラキソアカイシ。正解。山といえば俺ですよ。花を飲んだやったんですけど。山といえば俺なんですけど。問題。動物の漢字が入った県、4つ答えろ。無理。無理。島根、鳥、犬、ウサギ、ウサギ、カメ、カメ、カメ。はい。鳥取、鹿児島、愛媛、島根。残念。はい、はい。はい、キム。群馬、鹿児島、鳥取、熊本。正解。しゃー。しゃー。群馬、群馬より良かった。俺はまだ生き続ける。問題。はい。インテグラル、マイナス1から2、カッコ、X 引く2乗、カッコ閉じの2乗、DX。はい。X 引く2乗。X 引く2をカッコ閉じて2乗です。はい。2。残念。はい。マイナス9。残念。はい。はい。9。正解。しゃー。おー。しゃー。無理やった。間違えた。しゃー。あー、冷たい。このゲーム俺一番向いてないって。お前が言って、お前が考えたんちゃう、このゲーム。問題。日本の三大工業地帯は何？はい、はい、京浜、わかりません。はい、残念。はい、京浜、京阪、中部。違います。はい、はい、飛騨工業地域。はい、はい、念願。これ言ったらなんか他のやつにヒントになるっていうのある。京阪、京浜、中京。京浜、中京、合ってます。はい、京浜、阪神、中京。正解。あー、これだから言わんかったよかった。問題。食べるの尊敬語は？はい。はい。召し上がる。正解。分かってたよ俺も。おじさん、え。あ、やったやった。こけるはい。問題。はい。1枚のコインを5回連続して投げるとき、表がちょうど4回出る確率を求めよう。はい。はい。32分の5。正解。じゃあ。質問聞くよ、言うな、言って、はいはいはい、声聞こえへんもん。冷たい。はい、あ、マジックが水に濡れちゃった。はい、お前早よ、脱落せ。問題。はい、はい、はい、男子3人、女子3人が円卓に座るとき。はい、はい、約20通り。違います。男女が交互に座る。かけない、かけないんだが、もう。はい、念願。30分の1。残念。はい、もう無理。5分の2。残念。お前適当。はい。30分の1。残念。俺と同じことやってる。はい。10分の1。正解。きたー。しゃー。もう何でもええ。もうペンが書けない。濡れちゃった。あー、もうそんなんええから。投げていいか。投げてよ。いいわけない。うわー、すげー。おい、うわー、来たー。すげー。こんなんええ、こんなんええ。早出せ、早出せ。痛いやつだよ。1番正解。いや、知ってた。もう無理無理。お願い。正解。えい。問題。1個のサイコロを5回連続して投げるとき、3の倍数の目が2回だけ出る確率を求めよう。はい、16分の5。やね、あか、もう思考が止まってます。脳がこれ以上行くなと叫んでおります。はい、はい、243分の80。正解。よし、よし。
ただ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 耐えるのみ。ただただ修行なんだが。問題、はい、インテグラルマイナス2から1 x2 乗プラス 5x マイナス 1dx。 もう何その難しいのやつ。はい、絶対できてない。もう間違いでいいよ。OK、やんな。そんなわけない。はい、マイナス2分の15でかいっす。よし、くそー。あーだー、早すぎる。問題、はい、太陽系の惑星で3番目に大きいのは何。はい、あ、はい、太陽星。残念。はい、はい、火星。残念。あー、はい、土星。土星。残念。はい、天王星。正解。もうどっちでもええ。計算問題くれ。計算問題。頼むから計算問題くれ。反対を囲もうくれ。反対を囲もう。問題。はいはいはい。工場の月を作曲した人物は。はい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 。なお。滝レイザー。工場の月を作曲した人物は。はいはいはい。お前嘘つくなよ。よっしゃ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 。問題。はい。瀬戸大橋がつないでいるのは何県と何県沿岸。香川県と岡山県。正解。よし、もう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 。ゲームに、ゲームもいいね。あかん、黄岩が叫びたがっている。もうお前だからもうやめろって。お前がそこまで耐えたら俺らもそこまでいて耐えなあかんやん。問題、 2.71-3.14 は。はいはい。 0.67。残念。はい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 。マイナス 0.67。 違います。はい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 。マイナス 0.47。 違うんかい。はいはいはい。マイナス 0.43。 これや。正解。しゃしゃ、計算問題で勝った。14択29したいだけやもん。引き算できません。もう寒さで狂ってる。キム、はい、下がれよお前。何してんねんお前。いや、ケンザーしてるし今。ケンザーしてんねんお前。俺もう消しゴムないからこうやって。問題、2021年での世界の人口は。はい、何。70億。何年。はいはいはい。78億人。正解。イエイ。じゃあ新ルール、こっからちょっと新ルール追加です。外した人は3歩下がってください、はい、で正解者は、その場に踏みとどれるだけです。あ、なるほど。はい、オッケーオッケー。もう畳みかけていきましょう。はいはい。問題、はい、世界の三大洋、太平洋と大西洋と、はい、インド洋。はいはい、3歩やぞ3歩。1、2、3。問題、はい、サイコロを2個同時に投げるとき目の輪が10以下となる確率。はい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 。鼻を、はい、10の3。はい、残念。はいはい、はい、12分の11。正解。強すぎよ。やばい、もうやばい、この企画。やばい、もうやばい、ほんまやばい。いや、もうそれさ、脱落やって、もうそれ。脱落やって、もうほんま来ちゃい。はい、やろうやろう。はい、絶対ゲリや、これもうゲリ。ゲリ書く、これ問題、 17×87 は。はいはい、1479。正解。よし、もう早すぎる。おい、強すぎるって。はよ、切れろ。あ、やばい、ほんまやばい、これ。脱落してや。さあ、もう頼むから。やばい、やばい、本格的にやばい、深すぎる。一生伸びる。やばい、もうダメだ、てか、もうダメだ、僕はもうダメだ。やばい、助けて。お前らもう、あいつら殺したるから、早計算問題。問題、はい、1枚のコインを5回連続して投げるとき、はい、表がちょうど3回出る確率。はいはいはい、花を。82の3。はい、7。はい、16分の5。きたー。ダメだ、もうダメだ、もうダメだ。これ12月26日だよ、これ今。あかん、あかん、あかん、あかん。問題、
百葉箱を置く向きはどこの方角？電眼。南。残念。はい。正解。バカ。ごめん、僕ギブアップです。ギブアップです。僕。さよなら。クソハマだよみんな。結局僕は料理しか食べないんだ。キムに負けた。はい。どんだけ頑張ってもアイビスとアイビスのバッテリーは落とさない。それだけが鏡、それだけが YouTuber の鏡だよ。キム死んだら終わりでいいよね。俺と組んで協力でキム潰すぞ。問題、はい、イタリア語でこんにちはは、はい、無理でした。はい、イタリア語でこんにちはは何という？ボンジョルノ。正解。やばやば、でも下がれ。くそくそ、ちょっと待って、やばい、助けて。あれはマジで足つかんぞよ、もうこうで。お前死ぬなよ、ほんとに。まだいけるよ。ちょ、次絶対正解します。問題、はい、もうあんた次の3つのうち磁石にくっつくのはどれ？はい、アルミ缶、10円玉、はい、乾電池、はい、乾電池、はい、正解。さあ、まあまあいいよ。くそくそくそ、負けたくそ。脱落でいいっすか、僕。もう行っちゃうっすか。終わり終わり終わり。これはもう危険です。気が違ってる、この企画。危険です。みんな大丈夫ですか？大丈夫なわけないやろ。